こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書文学のふるさとの解説をやっていきたいと思います。文学を書く上で土台となっている部分、世界観を設定しなければならない。で、そこの部分をふるさとと呼ぶことにしたら、そのふるさとは現実世界のものとどこかつながっていなければならないよね。で、なければその文学作品の中で書かれていることが現実社会と全くつながりがないものになってしまって、読んでいて何の共感も持てないものになってしまうだろう。じゃあこの文学のふるさととしてどういったものを考えたらいいのかというと、それは考えれば考えるほどに救いがないものだ。こういうふうに筆者の坂口安吾は考えている。ただ文学はそういった救いがないところからどんどんと展開していくものだ。そのふるさとから始まるものだということが今回の文章の中に書かれています。それは一体どういうことなのか一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。筆者の坂口安吾は文学のふるさとを考える上で、ね、その元となる土台となる世界観を考える上で3つの物語を例に挙げています。その1つ目がみんなもよく知っている赤ずきんです。これはみんなもよく知っている話で、赤いずきんをかぶっている赤ずきんという少女が森に住んでいるおばあさんの元を訪ねる。すると狼がおばあさんに化けていて、赤ずきんはその狼にむしゃむしゃと食べられてしまうというお話で、この話には童話でよくある教訓とかモラル、例えば嘘は良くないことですよとか、正直に生きるって大切だよねとか、そういった教訓とかモラルが全くないと言っていい。っていうか、明るくて心が優しい赤ずきんが、何も悪いことをしていない可憐な少女がただ単に狼に食べられてしまうというお話。これって何か救いがないよね。道徳とは無関係なアモラルな話として赤ずきんのお話が書かれたフランスでは有名なの。ただね、じゃあこのモラルがないこの童話が作られてから300年間もずっと大人とか子供の心を捉えて人々に読み継がれてきたというのも事実。なぜこの話が人々の心を捉えるのだろうか。それにはこの話には文学のふるさとがちゃんとあるからかもしれない。そう、実は文学のふるさと、元となっている世界観というのは今私たちが生きている世界とつながっていて、そこには救いがないといった共通性がある。だってそうでしょ、みんなが住んでいるこの世の中だって努力することは大切だよ、正直に生きることは大切だよ、こういうふうに言うけど、そういうふうに生きていればいつも幸福になれるとは限らないよね。それどころか突発的な出来事に巻き込まれて悲劇として人生が終わってしまうことだってある。それは例えば戦争だったり病気だったり犯罪だったりするけど、こういったものは心がけが良かったからって防げるものでもないよね。で、そういった理不尽さ、救いがない部分をしっかりと文学のふるさととして設定してあるのがこの赤ずきんの話なのかもしれない。そこから読者は無ごたらしい美しさを感じ、ちゃんと毎日いいことをして生きているのに突然悪いことに巻き込まれてしまったという、え、ちょっと待ってよ、何か約束が違うんじゃない、こういうふうに突っ込みたい気持ちに襲われながら、でもそれで物語が終わってしまう。そこに残るのは虚しい空白だけ。そういった状況に私たちは置かれることになる。でもそこに私たちの現実世界の真実、つまりふるさとがあるんじゃないでしょうか。それは切ないふるさとかもしれないけど、私たちが生きている世界で赤ずきんの物語から私たちはそれを感じることができる。そこにあるのは静かで切ない透明なふるさと、それは残酷で氷を抱きしめたような感じがする。でもそれはふるさとだから私たちは抱きしめざるを得ない、そういった切ない悲しさと、でもね、やっぱりそこには美しさがある。私たちはそういったものを美しいと思って、この世界や自分の人生は美しいと思って毎日生きていってるんではないでしょうか。で、もう一つ次に例に挙げるのは狂言の中のお話。狂言というのは真面目な劇の合間に挟む滑稽な、つまり楽しい劇のようなものなんだけど、そこでは劇と劇の合間に観客をわっと笑わせて気分を入れ替えてもらうためのもの。だからね、そんな深くなくて簡単な話の方がいいかもしれないんだけど、今回紹介するこの狂言はちょっとね、深い話なんだよ。そこには文学のふるさとがある。ある大名が太郎冠者を連れて、この太郎冠者っていうのは付き人従者のことなんだけど、寺にお参りに行く。で、その時突然ね、その大名が
寺の屋根に乗っている鬼瓦を見て泣き出してしまうの。これって突然だよね。だからその付き人である太郎冠者は大名に対してなぜ泣くのか、その理由を聞くの。するとその大名は、あの鬼瓦の顔が自分の女房の顔とよく似ている、だから見れば見るほど悲しくなるんだ、こういうふうに答える。見れば見るほど悲しくなるんだ、そう言って泣くという話です。なんでこの大名がその時に泣いたかというと、この大名はある事情で長く妻と離れて暮らしている。だからその鬼瓦を見て、その離れてる妻のことを思い出して会いたいなと思って泣き出すという話なんだね。でこれってまあおかしいといえばおかしいんだけどね、その鬼瓦というのは怖い顔をしているから、それを見て妻のことを思い出して泣くというのは面白いことなんだけど、でもねこの話は笑っておしまいという簡単に割り切ることができない何かが残る。この話を聞いて一体自分はどうすればいいのか、世の中の理不尽さのようなものをちょっと感じることになる。実はこの話も先ほどの赤ずきんがモラルを持っていなかったように、なぜ面白いのかという笑いの設定がないの。だってみんなも愛する者と離れて暮らす、そういった辛さや悲しみっていうのは想像できるでしょ。でも現実世界にはそういったことがたくさんあって、一人一人の人間はそういったものを引き受けていかなければならない。そういった宿命というか、もっと重たい感じのするのっぴきならぬものの中に私たちは追い詰められていて動けなくなっているんではないでしょうか。でこういった部分も私たちが持つふるさと、それとつながるものがある。でこういったモラルがないとか突き放すね、そういった理不尽な世界にドーンと突き放される、そういったものがなければ文学としては成り立たない、こういうふうに筆者の坂口安吾は考えているんだね。私たちが生きる道、そこには崖のようなものがあって、そこではモラルのようなものは通用しない。そう、モラルがないこと、それ自体がモラルだ。まあしきたりや掟のようなものだ。そういった世界が私たちの人生にはあるんじゃないでしょうか。でそういったどうしようもないふるさとの上に、文学者たちは建設的なものを作り上げていく。それはモラルであったり社会性であったりするんだけど、その土台となっているのはどうしようもない救いもなく悲しいふるさとなんじゃないでしょうか。でもう一個、最後にこの文学のふるさとを感じ取ってもらうために、伊勢物語の一つ芥川の話をしましょう。この話については以前の動画こちらで解説しているので、詳しくはそっちを見てほしいんだけど、簡単に内容を言うとこういうこと。昔ある男が女と共に駆け落ちすることになった。男は愛する者を引き連れて許されない恋愛をする。で逃げてくるんだけど、芥川、アクターの私を超えて野原へ差し掛かった時、雷が鳴り雨が降り出す。でピカッと光る稲妻の光で、女はその時草の葉についている露を見る。女は部屋の中で大事に育てられてきたから外の露を見たことがない。それはとても綺麗で宝石のような水滴だった。だから男にあれは何と聞くんだけど、男は早く逃げなければならないと焦っていて返事をする暇もない。そして女の手を引っ張りながら逃げていくんだけど、ようやく一軒の荒れ果てた家を見つけてその中に逃げ込んでいく。で女を押し入れに隠すの。なぜならばそこに鬼がやってくるから。で男は鬼からその女を守るためにいろいろ手を尽くすんだけど、結局その女は鬼に食べられてしまう。だがその時は外で荒々しい雷の音が鳴っていたので、女が開けた悲鳴が男には聞こえなかったんだね。で夜が明けて男は初めて女がすでに鬼に殺されてしまったことに気づく。でこういった内容の歌を読むの。草の葉っぱの露を見て女があの時にあれは何というふうに聞いたんだけど、その時に自分はあれは露だよって答えてあげればよかった。でそのまま露のように二人で一緒に消えてしまえばよかった。こういうふうな内容の歌を読んで泣くの。でこれっていうのもやはりモラルを超えたところにある物語だよね。一生懸命頑張ったのにそこには何の救いもない。でもそれでいて人々の心を捉える。なぜかそれは女を思う男の情熱がとても激しいものだから、その激しさが女が鬼に食べられてしまう、そういう残酷なシーンがより生きてくる。これがもし男が女のことをどうでもいいと思っていたとしたら、ここまで悲しい話にならずにむごたらしい感じは出ないよね。男が返事する間もなく一生懸命女を連れて逃げていたからこそ、最後悲劇を迎えた時、私たちはその物語に感情移入することができる。ここまで紹介してきた3つの物語、どれもただ単にモラルがないとか悪者がのさばっている、そういった物語を描いたのではない。そこには私たちが大切に思っている、そういった価値観も出てきている。ただそこに救いがないから、それは宝石のような冷たさを放ち、絶対の孤独を私たちに感じさせることになる。それは私たちの生存、それ自体が含んでいる絶対の、そして暗黒の孤独。それは慰めようもなく救いようがないもの。でもそういったむごたらしいものの中に私たちのふるさと、
現実世界はあるんじゃないでしょうか。だからこそモラルがないこと、その自体がモラルになる。そして救いがないこと、それ自体が救いになるの。なぜならそれが私たちのふるさとだから、住んでいる世界だから、私たちはそのふるさとの上にいろいろなものを作り上げていかなければならない。そう、文学のふるさとも人間のふるさとも同じ。そこから私たちはいろいろな物語を始めるんだね。だから筆者の坂口安吾は、もちろん文学のふるさとを前提として世界観として、そういった現実世界とつながる。救いのない絶対的な孤独というのは必要だけど、それだけで物語が終わってはやはり自分の中ではそんなに評価は高くならないとしています。なぜなら文学者の仕事は、大人の仕事は、そういったどうしようもないふるさとへ帰ることではないから、その上に建設的に何かを作り上げていくこと、それが文学の仕事だ、こういうふうに考えているんだね。ただ文学者が忘れてはならないのは、やはりそういったふるさとへの意識とか自覚がないところに文学を築くことはできないということ。私たちのモラルとか社会性は、そういったふるさとの上に育てていかなければならないものである。こういうふうに坂口安吾は考えているんだね。どうですか、今回の授業分かりましたか。坂口安吾の作品に関しては以前の動画はこちらで解説しています。下の説明欄にリンクを貼っておきますので、興味がある人はぜひそちらの動画も見ていってください。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って解説動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。